はい、始まりました。現役復帰チャンネルです。今日もゴッサムシティからお送りしております。このチャンネルでは39歳元アメリカンフットボール社会人リーグプレーヤーが子育てと家庭円満を大切にしながら現役復帰に向けてトレーニングしている日々の様子をお送りしております。よく頑張ってるねと思ったらいいねボタンを、まだまだだなと思ったら良くないねボタンをお願いします。またチャンネル登録お願いします。はい、そういうわけで今日はベンチプレスの日です。胸と肩と腕のトレーニングの日です。でまずベンチプレスやりました。今アップが終わって1セット目やってるところです。はい、10回3セットで、ウェイトをコントロールしていくっていう風なメニューをしてるんですけども、今日は、57.5 に来てます。10回3セット綺麗にコントロールできたら 2.5 ずつ上げていくということで40キロからやってるんですけど、やっと、57.5 ですねのところまで来ました。はい、次がね2セット目なんですけども、2セット目で結構ギリギリだったんで、ずっと 2.5 ずつ上げていって、1回も止まることなく毎回ウェイトを増やしていくというふうにいけたんですけど、まあとうとうちょっと1回ぐらい止まるかなと思ったんですけども、3セットできました。なんとか次のセットも完成できました。ですので次やっとですね大台の60キロで組めるようになりました。はい、で60キロまでいくと、10回3セットの日と、ちょっとウェイト上げて5回で3セットっていう風な感じで刺激を変えてやるトレーニングも入れていこうかなという風に思ってたとこなんで、ちょうど、60までストレートに行けたのは非常に嬉しいです。はい、で、最短でなんとか100キロ、ね、目指したいんですけどね、もうすぐ6月も終わって7月で何キロ増やせるかっていうところです。はい、そしてこの後胸のトレーニングとして、ダンベルフライをやりました。ダンベルフライは、ご覧の通りインクラインのベンチにして、大胸筋の上部上の方に効くよう効かせるようなメニューをやりました。これを2セットでやりました。はい、でですね、次が、これを2セット目をやった後、今回からはね、3分割でやってたのを2分割に、今日から2分割にしましたんで、この胸と肩だけじゃなくて腕の種目も同じ日にやると、上腕二頭筋と上腕三頭筋で、今日は、まず肩ですね、すいません、アーノルドプレスを2セットやりました。ちょっとねもうベンチプレスと、やりましたしね、ちょっと肩はちょっとやってるということで、肩の種目は今日はアーノルドプレスのみというようにセットやりました。で、2分割ですんで今日は腕もやります。で今日の腕は、2頭筋3頭筋それぞれ2種目なんですけども、1個目はもうスーパーセットで、プルオーバーエクステンションとインクラインベンチのカールですね、ダンベルカールをスーパーセットでやると、そういうメニューで今日は組みました。この、プルオーバーエクステンションもウェイトがもうね一桁だったところを今10キロでずっと組んでたんですけど、とうとう12キロで、ね、組めるまでなりましたんで、ちょっとベンチプレスの重量が上がってくるに向けて、三頭筋もしっかり鍛えられてるということで、ついてきてるので、まあいけるんじゃないかなというふうに思ってます。で、インクラインのカールですね。はい、やっぱ二頭筋自体っていうのはそんなに何か競技に使うっていうわけではあんまりないですけど、大きい背筋とかね、後ろの筋肉、大きい筋肉を使うときの補助的なものになりますので、背中の筋肉を鍛えるには非常にいいですね。はい、これました。で、ちょっとまあ動画撮ってないですけど、あとはハンマーカールと、あとディップスで
やりまして、腕の種目としてやりました。そんな感じで今日は2分割初日で、上半身終わりました。はい、以上です。